グランパスはアメリカ海軍の潜水艦、プランジャー級潜水艦の一隻。艦名はイルカの一種花ゴンドウにちなんで命名された。その名を持つ艦としては4隻目。グランパスは1900年12月10日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオンアイアンワークスで寄港した。1902年7月31日に命名、浸水し、 1903年5月28日にアーサー・マッカーサー三成大員の指揮の下、姉妹艦のパイクと共にメアアイランド海軍造船所で収益する。続く3年半にわたってグランパスはカリフォルニア州サンフランシスコを拠点として、主に訓練と実験研究に従事した。1906年4月18日にグランパスの上院は、 サンフランシスコ自身の被災者救援に参加した。グランパスは1906年11月28日にメアアイランドで退役し、1908年6月13日に最終役するまで不活性化され保管された。1910年1月に太平洋水雷艦隊第一潜水分艦隊に配属され、1911年3月には太平洋艦隊に配属される。 グランパスはカリフォルニアの沿岸で活動し、1912年6月28日に太平洋予備役艦隊入りした。現役任務終盤の1911年11月17日にグランパスは A-3 と改名された。A-3 は1915年までピュージェットサウンド海軍交渉で不活性化のまま保管された。 1915年2月16日に旧短艦、ヘクターに姉妹艦の A-5 と共に搭載され、フィリピンに運搬される。ヘクターは1915年3月26日にオロンガポに到着し、A-3 は4月10日に浸水した。1週間後の4月17日にオロンガポで最終駅した A-3 はアジア水雷艦隊。 第一潜水分艦隊に配属される。A-3 は部隊と共に同地で活動し、1921年7月25日にカビ手で退役した。第一次世界大戦中に A-3 はマニラ湾入り口の海域を偵察した。1920年7月17日には船隊番号 SS-4 を与えられた。A-3 は アジア艦隊によって標的艦に使用され、1922年1月16日に除籍された。ありがとうございます。